だからまあせめて壁ぐらいはもうゴリマッチでもう筋肉質でもいたいということで、こんな形の壁になりました。嘘です。すいません。あのちゃんとしたこと言いますと、まあ、できるだけあの、まあ、一般的に流通している、まあ、木材、まあ、木の木とか杉を、まあ、基本的に用いて、まあ、できるだけ強い壁を作ってやろうというようなことを考えて、まあ、設定しました。まあ、ポイントとしましては、まあ抜き壁ベースです、まあ、ちょっと背の大きめの抜き と、そのメリコイル面積を増やすため の、 その合わせ柱と、その合わせ柱を一体化するためのお、シャチ線 と、そのシャチの回転によるその柱の開きっていうのを抑えるため の、割り下になってます。で、坂田家はですね、ここ数年、住客には寄せ合いを用いているんですけれども、まあ、一泊と2年間ですね、まあ、破壊成長が土台がやられているということだったので、今年はそれを抑えるために、まあ、土台を重ねた。金物を使わず国産材だけでも構成しています。で、接合部なんですけれども、まあ一般的に用いられる接合方法を、まあ、適材適所と配置した壁になっているかなと思います。で、まあ、有試験やってないんですけど、結果どうなるか分からないんですけど、まあ、頑張ってほしいと思います。ウィテッカレッジ滋賀です。大学的名は2代目ダイアゴナルです。2代目ダイアゴナルは昨年度の初代ダイアゴナルをもとに最大荷重と初期剛性の向上を目指し仕様を変更しました。変更した点としては体力兵器の樹脂を外柱は杉のままで、出た内柱土台、土台に添えるもの抜きを自末にし、強度を上げて抜きの勾配は去年の 2.0 から 4.0 にしました。また抜きの配置も中等集客近くに設置した方が抜きの強さが有効に働くと考え、寄せて配置することにしました。以上です。火力用意スタート。赤いグラフが左の壁、青のグラフが、右の壁になります。現在荷重が、6キロニュートンで、左が28ミリ、右が14ミリ。右の方がやはり筋交い的な壁なので、剛性が、筋剛性は今のところ勝って、10キロニュートン突破しました。現在が11キロニュートンで、左が79ミリ、右が、50ミリ。状況でいくと、右の壁の方が有利、荷重がどんどん
孤立まして完全に、抜け出した状態です。今合計変異がもう間もなく450